はい、じゃあ今日のメッセージ入りましょう。今日は創世記12章からのメッセージを受けたいと思います。アブラハムという人物に注目して祝福のメッセージを受けたいと願っております。アブラハムについて集中して話します。で早速今日の聖書を見たらですね、主はアブラハムに仰せられたということですね。で、まあ、ここにアブラムとなってますけども、まあ、これ後にアブラハムとなる人物ですね。主がアブラハムに現れて仰せられた。何を言われたのか、まあ、その内容が2節3節に記録されてあるんですね。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、1節から3節ですね。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示しへ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名は大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されます。여호와께서아브라함에게이르시되너는너의고향과친척과아버지를떠나내가네게보여준땅으로가라내가너로큰민족을이루고네게복을주어네이름을창대하게하리니너는복이될지라너를축복하는자에게는내가복을내리고너를저주하는자에게는내가저주하리니땅의모든족속이너로말미암아복을얻을것이라하시니라はい、じゃあ1節から3節までベン君市川さん神様がアブラムに現れて、こういうわけですね。あなたの生まれ故郷、父の家を離れて、私が示しに行きなさい。今あなたが住んでいる場所を離れて、立ち上がって、神様行けという場所に行けという。でこれはもう本当に簡単な神様の言葉ではないわけです。もし私たちにこの神様が、まあ、突然現れてですね、まあ、今私たちはニュージャージーに住んでいるわけですけど、今あなたは立ち上がって、このアフリカに行きなさいと言いますね。今立ち上がって、もう北朝鮮に行きなさいと言いますね。それはもう私たちはそのように言われてもどうするかという。それが神様に、神様によって語られた御言葉ですから。わかりました。あなたの語る御言葉ですから私は従っていきますということは難しい。あなたが今まで住み慣れた地を離れて新しい場所に行きなさい。これはもうアブラハムにとっても大きなチャレンジ。
이때까지 살고 자랐던 그곳을 떠나서 새로운 곳으로 가라라는 것은 아브라함에게 진짜 큰 도전입니다. 이게봐, 아담 축복 사례를 또 이제. 나는 축복 받을 것이다라고 축복될 것이다라고 말씀하십니다. 축복 사례를 이야기해도. 아 축복 받는다 할지라도. 이만큼의 생활의 모든을 쓰되고, 하나님을 따라가는 것은 어렵습니다. 이때까지 생활을 모두 정리하고 그것으로 간다는 것은 참 어렵습니다. 이게봐 축복을 사례를 보시나요? 간다면 축복받을 수 있습니다. 시카스모 축복을 사례를 두유 뭐 각지스나 호소하나요? 하지만 축복받겠다는 그 확실한 보장도 없습니다. 아 이게봐 어떤 축복이 있는가도 모르나요? 간다면 어떤 축복이 있는지도 모릅니다. 아브라함도 도움이 잘합니다. 아브라함에게서는 큰 도전입니다. 아브라함과 아브라함이 내가 그 챌린지 어떻게 대응해요? 그 도전에 어떻게 대답하는가? 모두도 용서해 주십니다. 고하라. 다시 한번 본다면 사절에 이렇게 읽었습니다. 아브라함은 주가 오스게 인났다 도리니 대가게다 로도모 카레도 이쇼니 대가게다 아브라함은 하람을 대답하기와 75세였다. 예, 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하람을 떠날 때 75세였다. 예. 아브라함은 주가 오스게 인났다 도리니 카레와 대가게다 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 라고 주가 이와레다 도리니 이마마데 스미나레다 바쇼 하나레데 타지아가테 카미사마가 시리스 아다라시 바쇼 무가테 이루니 이때까지 살았던 그곳을 떠나서 주님께서 날 보여줄 그 땅으로 일어섰겠습니다. 소노 사키니와 나니가 알까 와카리마센 그 앞에는 무엇이 있는지 모릅니다. 축복스러도 카미사마 약속하셨다けど 축복 복이 될지다 라고 주님께서 말씀하셨지만 소리가 혼돈하는가 이때미나이도 와가리마세 이것이 진짜인지 아닌지 가보지 않고는 모릅니다. 구체적인 어떤 축복이 있을까 어떤 정보가 있습니까? 어떤 구체적인 어떤 복이 있는지 그것은 아무것도 간단한 내용ではありませんけども しかし 아브라함은 従う 간단한 내용은 아니지만 하지만 아브라함은 순종하고 나갔습니다. 従う 아브라함 순종하고 で、 このような アブラハムの姿から、그러한 이 아브라함의 모습에서 今日神様が私たちに教えている内容です。 오늘 하나님께서 우리에게 우리 모두에게 가르쳐 주신 내용입니다。 それは神様の御言葉に従って生きることの大切さ。 하나님 말씀에 순종하고 따라가고 사는 그 중요성입니다。 神様の御言葉に従って生きることの大切さ。 하나님 말씀에 순종하고 나아가는 중요성입니다。 確かにこの神様の御言葉にその時その時従って生きるということは확실하게그때그때마다하나님의말씀에따라간다는것이마このアブラハムのこの状況を見た時と同じように私たちにとても簡単なことばかりではない이아브라함의이상황과동일하게우리들에게서도간단한일이었습니다時に神様の御言葉は때론하나님의말씀이이마の私にとっては従うことは無理だと思う지금의나에게서너무나순종하기힘든내용일수있습니다이야従うことの方が愚かに思う아니순종하는것이더어리석어보일수도있습니다従わない方がもっと良いかもしれない순종하지않는편이더좋을수도있습니다そのように思える神の御言葉があるわけ하나님의말씀들이있습니다아브라함과語られた아브라함에게語られたこの神様の御言葉は아브라함에게하신주님의이말씀은こ の, 世の価値観という視点で見るならばおそらく従わない方がいい이세상의관점으로본다면오히려순종하지않는편이나을수도있습니다従うことの方が愚かに순종하는것이더어리석어보입니다従うということがとてつもなく難しいと思います。そういう内容순종하는것이더어려워보이는그런내용입니다いくらそれが神様の御言葉であったとしても、아무리주님의말씀이라할지라도、それを無視して、그것을무시하고、今いる場所にとどまっていることの方が、그것을무시하고지금있는그곳에머무는것이、아브라함에게있어서もっと良い選択だった。아브라함에있어서는더좋은선택일수있습니다。しかし아브라함은、하지만아브라함은無条件で従う。순종하고따라갔습니다。神様の言われた通りに。父の家を出て旅立って주님께서말씀하신대로아버지의집을떠나주님의말씀에따라갔습니다아브라함にとってそれは今までの自分の生活を全部捨てることです아브라함에게있어서는지금의생활모든것을버리는것입니다生きていくことができる保証も捨てることです살아갈수있는그보장들을버리는것입니다仕事も捨てて일도버리고今まで住んでいた家も捨てて지금살았던그집도버려서もうその地域で築いてきたもう信用とか人脈とか全部捨てて그지역에서쌓아올린인맥과모든신용도안버렸습니다마땅히제로から新しく始める정말제로부터새롭게시작하는것입니다しかもこの時アブラハムは75歳だった
75歳といえばもう引退をして楽な生活をしなきゃならないそういう年かもしれない。しかし神様はアブラハムはこの神様の語られる御言葉に黙って従順するわけです。アブラハムにとっては不利だと思える条件、これは無理だと思える条件、それが実際自分の目の前にはたくさんあるということです。しかしアブラハムはその全部全ての条件を振りほどいて、ただ神様の語られる御言葉にしたかった。なぜじゃあアブラハムはそのように生きることができたか。それが神様の言葉だからです。神様がそのように語られたから、それが神様の御言葉だから、アブラハムは無条件で従うということです。この世的に見えれば従わない方がもっと良いと思えるんですけど、それがこの世の価値観に思えるんですけど、しかしそれを語られるのが神様であるがゆえに、アブラハムはその御言葉に無条件で従っていくという。アブラハムとはどんな人物だ。それはアブラハムとは神様を信じる人です。アブラハムとは神様を信頼する人です。それがどうしてわかるか。アブラハムが神様の御言葉に従う人であったということとして、それを知ることができる。アブラハムは神様を信じる人、神様を信頼する人、それがどうして分かるか。アブラハムが神様の語られる御言葉に無条件で従う、その姿を通してそれを知ることができる。で、ここから私たちは考えなきゃならない。ここにいる私たちはどういう人か。私たちは神様を信じる人です。私たちは神様の送られた一人子イエス・キリストを信じて生きるものです。じゃあ私たちがそのようなものであるということが具体的にどのように証明されるのか。それは神様の御言葉に従うということ。神様の御言葉に従うものであるということを通して、私たちは神様を信じているものであるということが証しされている。神様の御言葉に私は従うものなんですということを通して、私はイエス様を信じるクリスチャンであるということが証しされている。私たちはイエス様を信じてクリスチャンなんです。そういう人はどういう人か。神様の御言葉に従っている。たとえ不利だと思ったとしても、従うならばもしかしたら自分が損を受けるかもしれないと思ったとしても、神様の御言葉に従う上に笑われるかもしれないけど、愚か者に思われるかもしれない。しかしどんな状況であったのか、クリスチャンであるということはどういうことで、神様の御言葉に従う人なんだということ。マタイ5章14節、マタイの5章14節、じゃあ一緒に読みます。せーの。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。はい、せーの。はい、これイエス様が教えられた内容ですけど、あなた方は、ここにいる皆さんは、私たちが世界の光だと、私たちが世界の光だと、イエス様を信じてクリスチャンとされた私たちは世界の光という立場を持って生きている。クリスチャンの사람들에게는세상의빛이라는위치로살게된다는것입니다。じゃあこの具体的に光であるということはどういうことなのか。빛이라는것은구체적으로무엇입니까。
それを知るためにマタイ5章16節です。マタイ5章16節です。じゃあせーの、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。ね、이같이너희빛이사람앞에비치게하여그들로너희착한행실을보고하늘에계신너희아버지께영광을돌리게하라세노 In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. 하이ここで、あなた方の良い行いを見てという여기서너의착한행실을보고라고기록되어있습니다아나타가다の良い行いを見て너의착한행실을보고天におられるあなた方の父が崇められるようにしなさい하늘에계신너의아버지께영광을돌리게하라라고말씀하십니다아나타가다の良い行い너의착한행실それがすなわちあなたが光であるという그것이바로그빛을비출사람중에빛을비치게한다라는것입니다あなたが良い行いをするということを通して우리가착한행실을통해서この世界を照らす光となるんだということを教えられる이세상에빛을비추는자로자의모습으로나타납니다私たちの良い行いを通してこの世界に光が照らされる우리의착한행실로인해서세상에빛이비춰집니다そしてその光を見る人々が그리고그빛을보는사람들이天におられる父を崇めるように하늘에계신아버지께영광을돌리게된다人々光として生きるとは良い行い빛으로산다는것은바로이착한행실이었습니다じゃあ良い行いとは具体的に何であるか。クリスチャンである私たちにとっての良い行いって何だ。クリスチャンに우리들에게있어서착한행실이라무엇입니까。それは神様の御言葉に従って生きるということ。하나님말씀에순종하고살아가는것입니다。アブラハムのように。아브라함처럼従うのに困難だと思える内容なんですそれでも神様を信じ神様を信頼してその御言葉に従って生きていくというこれが私たちにとっての良い行いであってその良い行いをする者がこの世界を照らす光となって生きていくことができるで착한행실하는자가바로세상에빛을비추며살아가는다는것입니다大切なことは중요한것은私が勝手に考えた良いことではない내가내마음대로생각했던생각한착한행실神様の言葉を기준にした良い行い하나님말씀을기준으로한그착한행실입니다聖書を見たらパウロという人物がいます성경을보면바울이라는人物입니다彼はこの世界選挙の働きを熱心に行ってきました世界選挙を熱心に行ってきましたしかし彼はもともとクリスチャンを迫害して生きる人でした하지만바울은원래クリスチャンを박해하고살았던사람クリスチャンを見つけるならば男でも女でも捕らえて縛り上げて牢屋にぶち込むような働きをしたクリスチャンいらめ男女를무서물어나고모두를잡아서감옥에붙잡아넣은사람驚くことに当時パウロは놀라운것은그당시바울은パウロにとってそれが本当に良いことだと思っている。パウロにとってそれが本当に착한행실だと思っている。それがパウロにとって良い行いであると彼はそのように真剣に信じている。パウロは그것이착한행실임을진짜로믿었습니다。イエス様を知らなかったパウロにとっては、예수님을알지못했던パウロにとっては、イエス様を信じて生きる者は悪い者反逆者だと。イエス그리스도를믿는자그들은모두악한자이며반역자였습니다迫害を加えなきゃならない対象者だった。迫害者があるめあんでねくらん対象者です。彼は真剣にそう思っていた。彼は真剣にそう思っていた。しかしある時パウロはイエス様に出会うんです。하지만어느날パウロはイエス様に만났습니다。イエス様と出会って、イエス様に만나고、
イエス様を信じることを通して、예수님을믿음으로말미암아自分が今まで良い行いだと考えていたことが全くの間違いであったということに気づくわけです。자신이행했던그착한행실이정말잘못되었음을깨닫게됩니다。イエス様を信じて、예수님믿고この神様の語られる御言葉に正しく従って生きることすらことこそが真理であるということを気づくわけです。하나님의말씀이말씀을순종하고사는것이참으로바른진리라는것을깨닫게되었습니다。それを知って彼は悔い改めて、神様の御言葉による正しい生き方をするようになるんです。하나님말씀에의한바른행실로나아가는것입니다。自分で勝手に考えて良い行いだと思っていたことが、자신이생각했던이것은착한행실이라생각했던것이実は神様の御心から全くかけ離れたところで行われている、間違っているということが起こるんだということ。사실은하나님의말씀에서너무나반역된그런모습이다라는것을깨닫게된것입니다。良い人だから、선한사람이기때문에、正しい行いをする人だから、바른모습으로나아가는사람이기에、だからそれが全て正しいんだということにはならないんだ。그모든것이다바르다라고되는것이아니라는것입니다。この真理である神様の御言葉を知ることがなければ、진리되신하나님의말씀을알지못하고는、人は本当の意味で良い行いが何であるのかということを知ることができない。사람은진정무엇이착한행실인지를알수없다는것입니다。もう一つ話。ね、これ戦争の時の話、昔日本が戦争してた時の話、ね、日本人は国のために戦うこと、天皇陛下のために戦うこと、これ本当に彼ら真理だと思ってた。それを信じていた多くの日本人のこの若者たちが、戦争に出て行ってこの国のためにって言ってみんな戦いに行くわけですよ。しかしその戦いはやがて負けてしまうんです。日本が戦争に負けた時に、多くのこの日本人の若者たちが、今まで自分たちが信じていたことは間違っていたということに気づくわけですよ。戦争という名前を持って人々のことを平気で殺すようなことをする。それが日本のために、天皇のために、真理だ、正しいことだ、良いことだと考える。진리다바른것이다선한것이다라고생각합니다。何よりも恐ろしいのは、무엇보다무서운것은、学校で先生がそう教えていた。학교에서선생님들이그렇게가르쳤습니다。だけど日本が負けた時、하지만일본이전쟁에서패배했을때、学校の先生たちは、학교선생님들은、私たちが今まで教えていたことは間違いだったと言われます。우리들이이때까지가르친것이잘못되었다라는것을말씀합니다。学校の先生そう教えるんだから学生たちはそれ信じるしかない。학교선생님이그것을가르치기에학생들은그것을믿을수밖에없습니다。もうそれが正義だって信じる。그것이정의다라고そういうことも起こる。그런일이일어났습니다。だから私たちは、그렇게우리들은聖書を読まなきゃ。성경을꼭읽어야합니다。聖書を読んで、성경을읽고、何が本当の意味で良いことであるのかを知らなきゃ。무엇이정말착한모습인지그것을깨달아야합니다。神様の御心にかなった良い行いというものをしていかなきゃ。하나님의뜻에합당한그선한행실로나아가는。そのために私たちは聖書を読む。그것을위해서우리는먼저성경을읽는것입니다。特にこの聖書の中でも箴言とかね。특별히성경가운데서자문이라든지。また三条の説教、また五六の話とか。그리고예수님께서하신산상순을읽어마태복음5장6장7장에있는。またこのローマ。12章からの具体的な行いというものを学ばなきゃいけない。ローマ書を通じて具体的な행함이무엇인지를함께배워요。クリスチャンとしての具体的な生き方というものを聖書から私たちしっかり学ばなきゃ。クリスチャンの具体的な삶의모습이무엇인지를성경을통해서배우는것입니다。それを知らなければ、私は良い行いであるんだって言い張っていたんだけど、実はそれが間違っていたということを私たちは聖書として知ることができる。나는선한착한행실을하고있었다라고말하지만성경을통해서그것이잘못되었음을깨닫게됩니다。社会の中で大きな問題の一つとしていじめがいじめ。사회안에서특별히이지메라는문제가있습니다。私もこの学生時代はもうクラスの中にいじめというものがやっぱあったわけですよ。저의학생시절에학생때도이지메라는것이클래스안에있었습니다。もうしかしもう
それはクラスの中だけかと思ったらそうじゃないわけですね。昔、学生、학교안에서만있는것이다생각이지만그렇지않습니까？もう職場の中でもあるし。직장안에서도。大人になってもいじめあるんですか？어른이되어도이지매가있는가있습니다。ママさんコミュニティの中にもあるわけですよね。그리고엄마들コミュニティ안에서도있습니다。あるいは信じられない教会の中でもそういうものがある。놀라운것은교회안에도그러한것이있다는거죠。同じイエス様を信じている者同士だけどね。イエス님을같이함께믿는사람이지만、そのいじめというものは存在する。いじめらぬ왕따라는것은항상존재합니다。で、その中で私たちも知らず知らずのうちに、그가도우리도알지못하는것에이지매られている人が悪であり、いじめている人が善であるかのように勘違いしてしまうということが起こる。우리도자신도모르게 이지매를당하는사람이악이고이지매하는사람이선이라고생각하는것입니다。もしいじめている側に自分が立たなければ自分もいじめられてしまうかもしれない。いじめ、왕따시키는쪽에서지않으면자신도왕따를당할수도있어요。そういう可能性がある。그런가능성도있어요。いじめをすること悪いことだってしているんですけど。왕따하는것이잘못되었다라고생각하지만。しかし気づけばそのいじめをする側に自分が立っているわけです。하지만자신도알지못하게왕따를시키는쪽에서있는것입니다。なぜならそのコミュニティの中でそれが良いことだから。왜냐하면그커뮤니티안에서는그것이선한모습입니다それが善みたいな感じになっている그것이좋은모습이기때문에선한모습으로나타나기때문에聖書でこう言って하지만성경에서이렇게말합니다신계28章27절사만서28장27절입니다신계28章27절자せーの貧しい者に施すものは不足することがない。しかし目を背ける者は多くの呪いを受ける。가난한자를구제하는자는궁핍하지않으리와못본채하는자에게는저주가크리라。せーの。で、これはもちろん経済的な貧しさを言ってます。이것은물론경제적인가난을뜻합니다。そのような人に対して自分のできることを持って施すというのです。그런사람에게자신할수있는것으로구제하는것입니다。それは神様の御心にかなった良いことだ。그래서하나님의마음에합당선한모습이다라고가르쳐주십니다。私たちは自分のことばかりではなく周りにいる方々のためにも目を開いていかなきゃならない。우리는자신뿐아니라주위의사람들을돌봐야합니다。貧しい人々がいるならば心に留めてその助けの手を差し伸べるということは大切なんです。가난한자가있다면자신이할수있는대로구제의손길을펼쳐야합니다。これ神様が本当に喜ぶことです。이것은정말하나님께서기뻐하는일입니다。で、感謝のことは、그리고감사한것은施すものは不足することないって教えます。감사한것은구제하는자、베푸는자에게는부족함이없으리라고성경에서약속합니다。施しをして自分の持っているものをたくさん人々に与えているのに、与えても与えても自分の持っているものがなくならない、さらに神様から与えられているということが起こる。주어도주어도자신에게부족함이없도록하나님께서채워주신다는것입니다。人は種をまけばその通りに刈り取りすることができると教えている通りです。사람은씨앗을심을대로그대로거두리라는모습이나타나는것입니다。でまた同時にこれは、그리고동시에이것은心の貧しい人、마음의심령의가난함을뜻합니다。心の弱っている人、심령이약해져있는자、力のない人、힘이없는자、いわばこのいじめを受けてそれに対抗することのできる力を持っていない人、말하는건왕따를당하고그왕따에대해서대항할수없는자、そのような人々のことを教えていると言っても良いんだよ。그러한자를가르친다고말할수있습니다。もう一度この今の27節を見れば、다시한번27절을본다면、目を背ける者は、ね、目を背ける者は多くの呪いを受けると言っている。못본채하는자에게는저주가많으리라라고말씀하십니다。私たちがそのような現場に置かれるということならば、우리가만약그러한현장에놓여진다면、貧しい人に対して、가난한자에게、弱っている人に対して、약해져있는자에게、目を背けるということをしてはならない。그러한자를못본채해서는안된다。確かに私たちがそのような人々に助けの手を差し伸べるということは大変勇気のいることかもしれない。하지만그러한사람들에게우리가도움의손길을펼치는것은용기가필요합니다。いじめられている人に対して私が今この正義を持ってその人に手を差し伸べるということは本当に勇気のいることかもしれない。왕따를당하는그에게정말우리가도움의손길을펼치는것은용기가필요합니다。クラスの中の常識で考えるならば、
このいじめられているものに手を差し伸べるということはそれは裏切り行為になってしまうかもしれない。自分も同じように彼と同じようにいじめを受けてしまうかもしれない。しかし神様を信じているクリスチャンはクリスチャンはそれが神様の語られる御言葉であると知っているがゆえにそれに従っていきそのように生きることがそのように生きることを通してそれがすなわちイエス様に言われた世界の光だということの意味なわけです。もしかしたらそれによって自分の人生不利になってしまうかもしれない。会社の中であったならば会社の中にある常識に従わなければ出世することができないということが起こるかもしれない。そのような仕打ちを受けてしまうかもしれない。ところがもし自分にとって不利であると分かっていてもマイナスとなるということを分かっていても私たちはそれが神様の御言葉だから私はそれに従いますという選択をすることが世界の光なわけです。箴言28章20節28章20節。忠実な人は多くの祝福を得る。しかし富を得ようと焦る者は罰を逃れない。はい、せーの。A faithful man will be richly blessed, but one eager to get rich will not be unpunished. はい。神様は、ご自身の御言葉に忠実に従おうとして生きる人をそのまま放っておくことは絶対しません。자신의말씀에온전히따르고충성되게나아가는자를그대로두지않습니다。神様の御言葉に忠実であるがゆえに何か良くない仕打ちを受けてしまうかもしれない。マイナスを受けるかもしれない。しかし神様は絶対そのまま放っておくことはしない。神様はそのように生きる人を必ず引き上げてくださり神様の保護の中に置いてください。この世の方法では私たちはマイナスを受けるかもしれないけど、しかし神の御言葉に忠実なものは神様の方法によってあなたを引き上げるということです。神様の御手の技によってその人にふさわしい祝福を神様与えてくださるということです。そのように聖書で神様は約束している。今読んだ通り忠実の人は多くの祝福を得られるって書いてある。その祝福が私たちの人生に起こるわけです。だから私たちにとってもう今日のメッセージただ一つ取ってほしい。神様の御言葉に忠実に従って生きることが何よりも大切。神様の御言葉に忠実に従って生きることが何よりも大切。従うことが難しいと思える状況でも、ここの道に従えば絶対自分損をするって分かっているけど、それでもここにいるクリスチャン、私たちに求められているのは、それでも神の御言葉であるならば、そこに従って生きることが私たちに求められている。그래도그말씀에순종하고따라가는것이우리에게요구되었습니다。忠実さです。충성되나가忠実충성되는神の御心にかなった良い行いを持って生きている。하나님말씀에따라서순종하는선한행착한행실입니다。それがすなわち世界の光だという。그것이바로세상의빛이다라고말씀하십니다。その人は그사람은祝福される축복받을것이다。神様の語られる御言葉に従うならアブラハムは祝福されるって言われた。同じように私も神様の御言葉に従うならばその先には祝福しかない。難しく考えない。とてもシンプル。神の御言葉に従うか従わないか、ただ
じゃあ最後に、この祝福されるとはじゃあどういうこと？神様あなたを祝福する、それ祝福されるどういうことか？これ前回もお話ししました。神のくださる祝福、それはあなたの心にある平安になります。神様から与えられる心の平安、これが何よりの神様からくださる祝福です。その心にはいつも平安が、安全な人生、箴言1章33節読んでしょう。じゃあせーの、しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。はい、せーの。私たち間違ってはならないことは、聖書で語る祝福というものは目に見えるものじゃないです。あ、こうしたがえばお金が入るよ、そんなんじゃないです。このようにやればビジネス成功しますよ、そんなものじゃないです。目に見えるものじゃない。御言葉に忠実なものが受けることのできる祝福というものは神様のくださる心の平安なのです。まずその心に平安が与えられるという。だから私たちはこの目に見える祝福というものをあまりにも追いかけるようにして生きてはならないです。それは先ほど箴言で書いて読んだ通りのことです。私たちが何よりも追い求めるべき祝福は心の平安、そしてその心の平安という祝福を得るためには、そう、神の御言葉を知ってその御言葉に従うこと、神の御言葉に忠実に生きる人の人生には平安しかない。平安しかない。もしかしたらこの御言葉に忠実であるから私たち不利な状況になるかもしれない。損することがあるかもしれない。しかしすでにその人は御言葉に従うことによって心平安になっているから、どんな仕打ちを受けても平安なんて平安。どんなマイナスを思える状況があっても、もうすでに心が平安だから、その平安が全部乗り越えていくわけです。そしてその結果として私たちの人生に目に見える祝福もついてくる。富は私が追いかけるものじゃなくて、富は私を追いかけるもの。信じません。富は私が追いかけるものじゃなくて、富が私を追いかけてくるものだ。神の御言葉に忠実に従って生きていたら、気づいたら成功が私の人生についてきたということが本当の人生です。だから私たちはお金をたくさん得ようとしていつも焦ってもう必死になっていることは良くないことです。聖書にそれははっきり言っています。私たちが何よりも追い求めなきゃならない祝福何かというと、神様の平安。そして平安を得るためには神の御言葉に従って生きることができますようにという祈りを捧げる。もちろん先ほども言ったようにそれは簡単ではない。
神の御言葉に忠実である生き方は時に私たちにとって大きなチャレンジ。だから私たちはそのために祈らなきゃならない。祈りとは何かというと、神の御言葉に従うことのできない弱い私の心からの叫びですよ。우리가전부하나님의말씀에순종할수없는우리의약한신령을위해서부르짖는외침입니다。御言葉に従うことできない。말씀에순종할수없는弱い私の叫びが祈りだ。약한우리들의신령을위해서기도하는것이바로기도입니다。神様敵を愛せとも言われた。하나님께서저걸사랑원수를사랑하라라고말씀하십니다。しかし私にはそれができません。하지만나는할수없습니다。どうか敵をも愛する力をください。神様、口を慎めと言われた。しかし、いつも私の口からは気づけば悪いことばかりです。どうか神様、正しい口を語るものとして変えてください。貧しい者に施しなさいと言われた。しかし私にはそれをする勇気が残念ながら私にはない。どうか神様、貧しい人々を前にした時にそれに目を染めることがありません。尊敬ることがありませんよ。助けの手を差し伸べることができるようにその勇気その信仰を私にください。神様、ビジネス成功させてください。神様、今月あと1000ドル必要なんです。神様、もっともっとこの良い出会い仕事が与えられるようにしてください。全部大切です。全部求めて大丈夫です。だけどその前に求めるべきものがある。その目に見える祝福ください求める以上に求めなきゃならないものが私たちの中にある。それを今日も神の御言葉に忠実なものとして生かしてください。世界の光となって生きることができるように助けてください。そのように生きることができたら目に見える祝福全部ついてくるから、皆さん体験してみて。本当にだから日本の教育、ね、昔日本の教育素晴らしかったんです。昔っていうのは、昔っていうのはもう戦前ですよ。戦前、戦前の教育、戦前よりももっと昔、もっと昔、明治時代が始まる前です。その時代の教育って何かったら、道徳です。道徳どのように人として生きることが正しいことかということを一生懸命教える。心の豊かさを一生懸命日本も教えた。ところが西洋の文化が入ってきたことによって日本の教育が変わってしまった。일본의그교육이바뀌었어요。どうやったらあなたが成功できるようになるか。어떻게하면성공할수있을까。どうやったらこの世でもっと派手な素晴らしい生活を送るようになるか。어떻게하면이세상에서화려하고훌륭한삶을살수있을까。そのために勉強しろ。그것을위해서공부하라。そのために一生懸命自分を捧げろ。그것을위해서자신을드려라。日本は経済大国を目指し一生懸命働いてきた。일본의경제대국을향해서열심히일했어요。その通りになった。그리고그대로됐습니다。だけど人の心は全く満たされていない。사람들의심령은전혀채울수없다。3万人の自殺者がそれを表している。3万名の自殺者がそれを表している。いつでもどこ見ればうつ病をたくさん見つけることができる。언제라도어디서든우울증患者들을볼수있습니다。しかし昔は違ったんです。옛날에는本当に人間として生きること、正しいことが何であるかを教えるのが日本だったんです。인간으로서어떻게사는것이정말훌륭한가라는것이바로그교육의その内容は本当に聖書的だった。그리고그내용은정말로성경적이었습니다。だから西洋のその教師たちが日本に入国してきたのに、서양의그교사들이일본으로왔을때日本人を見てそういう人々がびっくりしたわけです。びっくりした。그오히려그선생님들이일본을보고놀라했어요。なんでこの日本人は教育特別な、私たちが受けているような特別な教育も受けたいのに、このようにみんな素晴らしい人なのかって言ってびっくりしたわけです。일본사람들우리가받는이교
교육을받지도못했는데어떻게이일부사람들이이렇게훌륭한가라고놀랐다고しかしその西洋の教えが入ってきて、目に見える何かを追い求め始める教育が始まった時に、日本人の心はどん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 。なぜなら、教えられた通りに目に見えるものを自分が望むように受けることができなくなるから、もう心は虚しさしかない。왜냐하면눈에보이는그축복을자신이받지못하기에그마음은더허무해지는것입니다맞다고세셔도돼요本当に세셔도돼요세셔도돼요성경중私たちを聖書を通して우리가성경을통해서まず学ばなきゃならないのは먼저배워야되는것은神の世界の光となって生きることができますよ하나님의세상의빛이되어서세상을살아가는것입니다そのように今週も生きることができますよ이번주도그렇게살아갈수있도록その切なる祈り神様必ず答えてくださる것입니다그런간절한기도에하나님께서분명히응답해주실것입니다와아나도크리스천같았습니까아나도정말크리스천이었습니까아나도뭔가크리스천의ように思えたんだけど아やっぱりそうだったんですかって、ね、아정말당신이크리스천처럼보였는데정말그랬군요え、あなたクリスチャンだったんですか？クリスチャン。そんなの全然魅力感じないってね。私は神の栄光のために生きているね。それが世界の光だと言ったんです。あなたがクリスチャンですか？정말당신크리스천이죠저도크리스천입니다나는크리스천이고싶습니다これが一番の伝道です。이것이제일큰전도가これが一番の伝道です。そういう教会になりたい。그런교회가되고싶습니다私がそうであるからこう語ることができるんじゃなくて私もそうありたいと思って今語っているわけです내가그렇기때문에이것을전하는것은아니라나또한그렇게되기를원하기에이말씀을전하는것입니다みんなで一緒にそのことを祈っていきましょう여러분모두함께우리가그것을간구하며그렇게살아갑시다お祈りします기도하겠습니다